そりゃそうですよねって感じです。ということでですね、なんとネイル全部てかほぼほぼ右がもう5本とも取れて左も3本ぐらい取れたので全部取りました。でもせっかく年越しなので、そうせっかくの年越しなのでちょっと爪可愛くしたいって感じ。大晦日公演の準備ない、何もない。こんばんは。今年はハルピョンばっかり見てたき、ありがとうございます。私ばっかり見てもらって嬉しい限りです。どうしようかな。緑とか、あ、持ってんだ。一応竜はできるんだ。竜ネイル緑系でもなんかあんま可愛くない緑そう、ピンクが一番無難なんですけどね。で、何喋ろう。なんか明日はまず配信多分午前中ぐらいにして、でもしかしたら、いや分かんないんだよね、なんかさ大晦日公演どんな感じみたいな感じなので、本当にそう。でもなるべくその年越しはみんなとやりたいなって気持ちはあるので、そうだからなるべく年越し配信もしたいなっていう気持ちではあるんですが、ちょっとどんな感じって感じなんで、ちょっとわかんないです。なんか年越し配信絶対してくださいとか言われても、そうわかんないなんかほんと何も、明日の配信って何するんですかって感じなんで、本当にわかんないんで、絶対に年越し配信しますとか言えないんですよ。何すんのみたいなそう、やりたい気持ちはあるよって感じのことだけ伝えとく。なんかでもなんか年越し配信よろしくお願いしますみたいなこっちにも予定わかんないんだよ、逆に教えてくれよこっちにも予定って気持ちな気持ちなんで、ちょっと申し訳ないんですけど、そんな感じとなっております。なので、水色とかにしちゃおうかな。でもピンクが一番可愛いんだけどな。こんばんは。でもこの間もピンクだったやん。
からみたいな、なんかだからあんま期待しないでって感じ。したい気持ちはあるけど期待しないでってこと。お願いします。もうなんか何言われても私もわかんねえんだよこっちのはよみたいな自暴自棄になるだけなんでそう私もわかんねえんだよ本当に。もうだから通知はだから一応保険配信として朝やるよって話であって、まあ起きれたらなんですけど朝やるよって話で、あのそうって感じです。メリークリスマスとかしちゃう？絶対やばい。アホ。え、どうしようね、いる。まあ、素でもいいんだけどさ、別に。何もやらない。スズメ。あ、来年のラッキーカラー。待って、うちの来年のゲッターズ飯田さんの本、確か。何色だったっけ？今は何を調べようとした。あ、年越しネイル。年越しネイルって何。あ、違う、ゲッターズ飯田さん。2024私の色、金のインディアン。私金のインディアンで緑、緑だって。緑オレンジ、結局緑やん。あんま可愛くない色だよ。え、やなんだけど。あんま可愛くない緑で。ちょっと一回塗ってみる。ティッシュ準備して一回塗ってみるわ。え、あんま見えない。あんま何色か分かんない。あ、でも、たっぷり色のせたら分かるな。でもなんかくすみ緑みたいな感じ。ちょっと好みじゃないみたい。橋本の好みではなかったみたい。え、これはチーム K カラーだったのでチーム K の時に買ったんですよ。そうで、この大きい方はチーム B になってから買った青色なの。わかります。意外とちゃんとチームカラー意識高め女してるんです、私。ちょっと調べよう。ネイルかわいい、セルフネイル。でも結局ここで調べたとて、本当に自分でやるのがオチなんですよね。そう、
いう緑だ、なんかもうちょっと華やかな緑の方が可愛いよね。この緑あんま可愛くない。チーム系時代に買った緑。え、ジェルじゃなくする？もはや。それは乾くの長いんだよね。ジェルじゃなかったら緑いっぱいあるんですよ。そう。ファンの方にいただいたネイルシール。そう、でもお花だからチューリップとか5月とかに使いたい。でうさぎちゃんもこの間一回使ったから、一旦保留。ってなったらどうしようかな。何色がいいですか皆さん。何色がいいですかとか言って、ひばじゅんさんハートありがとう。いやむずいんだよ緑のって、竜のネイルってめっちゃむずくて、私もめっちゃ調べたんですけど、どんだけ簡単なやつを調べようとしても全然もう全部むずいのしか出てこなくて、無理よこれはって なった。そう、やっぱピンクかな。赤系。ピンクか水色。ピンクし、あ、辰年ネイル。なるほどね。辰年ネイル。辰年。辰年ネイル。いや可愛いマジで、こんなん作れたらすごくない？マジで可愛い。無理。すごすぎ。これやばい。この人のネイルすごい。見て、ゴツゴツのゴツゴツの竜がおる。でも竜挑戦したいな。だって竜のネイルなんてさ、1年に1回どころか24年、間違えた、12年に1回しかやんないじゃんね。でもこの緑があんまり微妙だったんだよね今見たら。でもチーム K の時はまあ K だしみたいな、緑だしこんな感じでいっかみたいな感じで多分この緑使ってたんだけど、
っかくならね、やってみたいっすよね。ドラゴンボールも昨日案としては出たんですよね。そう、覚えてないかな。もう案としては昨日もう出てて一回。でもちょっと別にドラゴンボール好きじゃないし。そう。一回このさっき見せた緑のやつを塗ってみて。色があんまなんか緑っぽくなかったらやめます、うん、綺麗な緑っぽくなかったらやめます。で普通のマニキュアの緑だったらあるので、そう何回か塗ったらなんか綺麗な緑になるかなと思って、ちょっととりあえず塗ってみろね。とりあえず塗ってみろ。もう忘れちゃった、チーム系時代の緑色とか。やっぱこう透け感ある緑だからあんま綺麗な緑じゃないかも、見えないよね。うーん、マニキュアにするか。そう、買った時は可愛いなと思ったんだけどね。うん、なんか体調悪そうな緑、フランケンシュタインみたいな緑。わかる。分かってくれる。いやマジこれ秀逸すぎる例えなんだってけど、うちの中で。マジでフランケンシュタイン味があふれる緑なんだけど今。本当に。ちょっとね、みんなが見てるこの今見てる色よりもうちょっとくすんで見える。そう、もっとフランケンシュタインっぽく見える。ちょっと何度も重ね塗りしてるけど、ちょっと拭えない、拭えないフランケンシュタイン感半端ない。可愛くないなあんま。うん、まあでもこうやって見たら可愛いのか。可愛くないから外したい。せっかく塗ったのに。
よし、外れました。なんかこのぐらいの緑が、しかもこの爪のピンクと相まって肝緑だった。そう、ペロッとこうやってここにこうやって隙間を作ればペロッと外れちゃう優れもの。もうちょっとかわいい、なんか黄緑、緑はあるんで見て、ザザって感じの緑。でもこの緑の方が可愛いかも。これもよくチーム系時代につけてた。一番下だけマニキュアで塗って乾くのめっちゃ時間かかるけど、で竜のイラスト目となる部分とかは普通のジェルネイルで塗っていけば良さそうかなって感じかな。やっぱ普段ネイルを買うときってさ、自分の好きな色しか買わないじゃないですか。ってなったらやっぱピンクとか水色とかいっぱい買っちゃうの、キラキラとか白とか。でもこういうときに緑とかってやっぱないねこういうときにあ緑使いたいってなってもやっぱなかなかないから、緑使いたいってなることがあんまない。緑系ネイルをするのは大変だけど、でもこうやってある爪を見るとテンション上がるんで、私は好きです。可愛くない？さっきより全然。親指だけ竜を作ろうと思います。あとは可愛い感じ、白とかジェルのにしようかな。黄色もないな。これ金？これトップコートか。黄色もないから
結局あれだな、元気になったフランケン今ネイル緑、お揃いじゃん。フランケンしてる？フランケンしてる？フランケンしてんの？今見に来た人フランケンしてるって何？ってなるよね絶対。なんか体調の悪そうな緑はフランケンしてるって、フランケンネイルです。ということで、この親指を乾かしながらまずは他の爪をやっていきたいと思います。他はちょっと白っぽい感じ。フランケンしてるわ、パワーワードパワーワード作ってこう、これからフランケンしてろー。ジェルで白系でいきます。したら緑にも合うでしょ。これから使ってこう、ピョンズ。フランケンしてる？体調悪そうな人見たらフランケンしてる？全然心配してなさそうに聞こえるよね。よくない、絶対怒られる絶対怒られる。この時期のフランケン確かに辛そう。だって寒い上に熱出て寒いやん。もう嫌ですよね、この時期フランケンすんの。さすがに気をつけよう、みんな。え、フランケンってさ、待って、フランケンって星なんだ。え、ごめん、なんかやめよう、みんなに NG ワード使わせてる。てかピョンズ体調不良多すぎでしょ。この間までフランケンでした。いや多すぎでしょ。なんで？星はとても元気よ。明日さ、
明日はみんな何すると思ってるんだろう、うちら何すると思って違う、なんていうの、なんて公表されてるんだろう、すごい聞き方しちゃった、何すると思ってるんだろう。何するんだろう、オンデマさんで見てください、ぜひ。あともし当たってる人いたらチェキ、違うボーナス出たからってチェキに使いすぎないようによろしくお願いします。明日チェキあるよ。チェキ沼すぎて1日3000円いやまあどうするかだよね、その1ヶ月こんだけって決めて、ハルピョンにこの日こんだけって決めるか、それとももう1日3000円って決めるか、わかる？そのじゃあ10日間ハルピョン公演出るとした時に1ヶ月、まあ、3000円までだとしたら3万じゃないですか。やば、ピンポン玉3万で投げてんのってなった時に、その10回毎日ピンポン玉をやるか、1回の公演で3万使うか、どっちがこう当たるんだろう。まあ当たるときは当たるし、当たんないときは当たんないか。そうだよね。ごめん。え、この上から一回フランケン塗ってみるね。多分もうちょっと乾いてきたから。薄めフランケン。あ、全然いい感じ。そのなんて言うんだろう、そのジェルネイルにしかない特有の透明なツヤ感を出したかったんですよ。そうだからちょっとフランケン塗ったことで色味変わっちゃうかなと思ったんですけど、全然変わんなかった、よかった。難しいよね、チェキ。私もむずいってことだけは知ってんだ。もうちょい玉を固くしてほしい。
ピンポン玉って結構硬くない？そうでもないのかな。重くしてほしいってこと？ちょっともうちょっと固めよう。一番下を固める作業が一番大事ですからね。本当に。アルピオンとチェキ取れたら一生生きていける。だってすごいじゃん。病って相談そこへだわ。前髪長い。明日も前髪切れるメイクさんいるかな。使われすぎて形が綺麗な円じゃないから再現性がない動きをする。しょうがない。ピンポンの玉買うお金もないんだからもうしょうがない。我慢して。我慢して。ダーツにしてほしい。なるほどね。でもダーツはもうさ、なんていうの、大学生の時にちょっと遊びまくってた人とかめっちゃ得意そう。そういうイメージ。なんかバーとかにあるイメージ。じゃない？これはネイルを固めてます。今 UV ライト一回もやったことない。ダーツ昔流行った？昔はやった？昔流行った？どっち？偏見、マジ偏見、申し訳ない。ビリヤードは一回だけ、テレ東さんのひろゆきさんとまほちゃんとももちゃんと私の4人で飲み会みたいな配信をさせていただいた時の、なんかその前にみゆちゃんが配信してたんですよ。でそこのなんか控え室みたいなところにあって、そこでまほちゃんがビリヤードし始めて、出てやるんですかみたいなやり始めて、でそのみゆちゃんが配信してるからうちらの配信がまだまだだったんですよ。そうだからその合間にその私とももちゃんとまほちゃんとあとスタッフさんマネージャーさんの4人でやったこと1回だけある。え、めっちゃ緑綺麗になったんだけど。待って、やば、変えてよかった。フランケンからもう一回だけならある。さあ、ということで、竜を作っていきます。でも多分もう分かったんですけど、むずいこれきっと。
これきっとむずいやつ。とりあえず黒と白。昔黒と白のめっちゃ細いやつとか買った記憶あるんだけど、ないっけ。龍の顔を描きます。この色とかもめっちゃ可愛くない？あらさんき。めっちゃ可愛くて買っちゃった。なんか大安売りしてて。うわー、めっちゃ細い。黒とか白。買ってないか。大きいのでやるしかないのか。そう、かわいい色でしょ。黄色、黄色、こんなパキッとした黄色よりゴールド系にしとこう。よし、やっていこう。白っていう白よりクリーム色って感じの白の方が可愛いかな。どう思う？これぐらいの白の方が。これだと多分クリーム色すぎる。絵心ないとむずそう。何、絵心ないって言いたいと思ってる？ん？日本語むずい。絵心ないと思ってるの？あるんだよ意外と。ないけど、あんまないけどあんまないけど。でも結構パキッとした白でもいいかもな。うん、あんなちょっと白感見えないや。いやでも右手でしか描けないから左手どうすんだろうって思ってる。
から書いた方がいいかな。いやでも、ハサミで切りたい。このケモケモケモがいる一人。ケモが邪魔してる。目から描く。でも目はさ黒なんだよね。そうなのよ。こんな感じ全然何も分かんない。最初このパキッとしてない白でニュアンス描こうかな。こんな感じって。そうで、その上なぞれば良さそう。じゃない、ヒゲむずい。ヒゲってどんな？ちょっと竜描いてる人のインスタ調べる。あ、なんかふやふやんでいいんだ。ふやふやんでいいんだ。ふにゃふにゃんって感じ。なるほどね、了解。感じっぽい。え、なんか竜っぽくない。ビヨンってしたい。もっと。こっちか。あ、理解理解。すいませんね、独り言多くて。ピヨンとか無限とか、完成を楽しみにしてて。私も楽しみ。こんだけ頑張るんだからさ、ちょっと全然取れないでいてほしい。今回のてかクリスマスのめっちゃ取れるの早かったから。そう、
むずちょっとこの白終わったら見せます一回。それとも完成するまで、どっちがいいんだろう。送ってない、やばい、あれ送ったっけ、いや送ってないはず、送ってない。ちょっと乾かしがてらおやす作ろう。ちょうど今白色終わりました。どっちがいいですか皆さん。一色ずつ、一色ずつ終わったら見せるか、それとも全部できてから見せるか。全部できてから見たい、完成したら見たい。あ、わかりました、完成してから全部めっちゃみんな全部やん、わかった、じゃあ待ってて。完成したらどんな感じになるんだろう、私も分かんない。写真でもちょっとだけ爪切った、なんか全体的にちょっとだけ切りました、長かったんで。次は金色角、角はこの色で作った。金運アップするように金色で作ります。かわいい色でもあんま見えない。でも竜っぽい、めっちゃ竜っぽいって今見せようとした、あぶね。皆
なに待ってって言われてんのに完成するまで待ってって言われてんのに。めっちゃ見せようとしちゃった。バージョンアルさん、ハートありがとうございます。あ、ちょっとずれた、左右。でもこういうのって直そうとするともっと変になるから直さないそう。あ、メール送信できました。竜は一匹しか書かない、この親指しか書かないです、無理まず広いとこじゃないと絵は描けないっていうのと、そう、あと広いところって親指じゃないですか。親指ってまあ2本あると思うんですけど、あ、危ない見てないことにして、親指って2本あると思うんですけど、私は利き手が右なので、そう、無理なんすよ。え、待って、嘘。ここだとあんま可愛くない目が。嘘、やり直したい。でも黒はやり直せない、もう強行突破だ。目描くとそのキャラクターのさ可愛さって決まってくるよね。ちょっと大きめにしよう、目可愛くしたいから。え、マジすごい自分。マジすごい竜だわ。できた。え、すごいっていう準備して、みんな、みんなもあらかじめすごいって打っといて。今から見せるから、うち絶対すごいって打っといて、みんなもうコメント欄に。で、送信しようとするところまで行ってて、もう見せた瞬間にすごいって言って。頼んだよ。言うの早い、言うの早い言うの早い。まだ見せてない。送信ボタン押す直前まで今。いくよ。いい、みんな見て、じゃーん、意外と竜。すっごい
意外と龍してない？え、龍わかる？え、わかんのかなこれ。ちょっとだけ固がってるけど、まあいっか。意外とみんなが思ってるより龍だったでしょ。ピントは合わないんよショールーム。そう、意外と龍してるやん。ちょっと乾かします。で、他のところはちょっとシールで適当に貼る。雑になりすぎやろ。ここだけ、ここだけ頑張った。サンタさんのネイルシールは今大丈夫。あ、このハートとか使おうか。来年ヘビでしょ。ヘビとかむず、一緒やん竜と。見て、この楽しすぎ。ハートハートのシール貼るだけ楽しすぎ。いいの、これが仕事じゃないから。うちは別に確かに。待って、これやり直そうかな。この白色、これを全部オレンジにして2024の星を貼る。2個4個の星貼って、めっちゃドラゴンボールネイルにする。こっちだけ。え、あり。今2024の星貼ろうって、星にしようって言ってくれた人いる。え、めっちゃあり。待って、ハートのシール剥がすわ一回。え、天才いるやん。だって星のシールならどれだけでも貼れるし、簡単に。え、待って、それどうしよう。こっちにしようかな。こっちは龍、2024年が龍の感じ。え、でもこっちはなんかピンク系赤系にしたいなと思ったんだよね。あ、だからちょうどいいのか。そうしようかな。え、どうしよう、ちょっと待って迷う。貼れる星ある？星はシールで貼る。なんか探す。絶対ある、こういう、こういうのの細かいところ。天才、ナイスアイディア。指に4つ、そうなんだよね。だから人差し指、
逆から2024にしてもありかなと思って、でも人差しの方がちっちゃいかも、うち今今日爪切ったから小指の方が長いかも爪。あとさっき貼ったシール剥がれないかも、ハートの。剥がれた、剥がれました、よかった。これはハート。え、待って、天才、誰言ってくれた人、ありがとう。この星でも赤の星だよね、ドラゴンボールって確かオレンジのボールで赤の星なんだよね。こっちの手にしよう。え、ゼロはもう何も貼らないです、しょうがない、だってないんだもんないんだ。ピンクの星でも許してもらえるかな、か、どうしよう、左手、左手だけ完全にもうドラゴン仕様にしようかな。ちょっと待って、ドラゴンボール、初めて調べる、ドラゴンボールって。全然出てこない、ドラゴンボール。せっかくなら忠実に行きたい。あった、 OK、 やってみよう。ちょっと白色塗ったけど全部剥がす、オレンジ塗る。せっかく塗ったけど、100円のネイルだから、いや、せっかく塗ったけどいっぱいある、だってこんなにある、100円でこんなに、しょうがない。どうしよう、これ明日の大晦日公演で全部外れたらマジで泣ける それはちょっと泣きそう、え？みたいなねえ、みたいな来年のためにやってんだけどこっちは、みたいなせめて写真だけは撮らせてほしい。明日誰かに撮ってもらう。そう、両爪ネイルってさ、人に撮ってもらわないとさ撮れないからさ、ちょっと誰かに絶対お願いしなきゃいけない。でもこのネイルが外れたら一回ネイルはお休みします。ひーちゃんの時にやるか、ドボンライブの時にやるかって感じかな。ちょっと爪削りすぎてるから傷んできてる。
オレンジだよね。オレンジだよね。うわ、綺麗なオレンジ。ないよ。そう、なんかちょっと強めのオレンジになっちゃうんだよね。これか。これでもピンクなんだよね、表記は。でもこれぐらいかな。小指に4つこの星を貼れるかどうか。貼れそうなら小指4がいいけど、貼れなさそうなら小指から2024でいく。え、やばい、マジで天才。ドラゴンボールって言ってくれ、ドラゴンボールってか星って言ってくれた人ありがとう。そっから着想を得た。ドラゴンボールよくね？ってなった。そのおかげでここぐしゃぐしゃだけど今。そう、強い方がなんて言うんだろう、ネイルしてる感は出やすいんだけど、でもそしたらこの星が生えなくなっちゃうんですよね。そう、星が生えてもらわないと意味がないので、星をより目立たせたいので、やばい、眠い人が出てきてる。まだ10時だよ、みんな起きて。でもこのピンク、星がピンクだから、むしろ強い色の方が映えるのかな。いや、そんなことない。ハルピョン、ドラゴンボールした？うん、全然調べて作ってる。マジでドラゴンボールわかんない。一話も見たことない。いや、なんか嫌いとかじゃなくて、やっぱ人数が多いんですよね、登場人物が。そう、ちょっと限界がある。そう、私登場人物多い系のドラマとかアニメとかちょっと苦手なんですよ。ヒロアカも確かに多い。でもヒロアカは全員がちゃんと、なんて言うんですか、あれが違うじゃないですか、見た目が 100% 違うじゃないですか。で、その見た目に沿ってちゃんと、なんか、なんて言うの、個性を作ってくれてるじゃないですか。わかります、この言いたいこと。例えば轟翔斗くんだったら半分髪の毛の色が違うとかさ。そうそうそう、あ、
すいつゆちゃんが一番わかりやすい。カエル、もうザカエルじゃん。そう、もうなんか孫なんちゃら多すぎ。ドラゴンボール、わからんわからん。珍しい、ハルピョンがこの色のネイルしてんの。じゃーん。このオレンジネイルもあれなんですよね、マニキュアでやったので。固まるまで少々お時間いただきます。え、ワンピースも途中までめっちゃ好きだったんですよ。そう、チョッパー可愛いしと思って見てたんですけど、なんかどんどん登場人物多くなっちゃって、カタカナばっかだし、もう分かんなくなっちゃった途中から。竜を今固めます。そう、チョッパー大好きだった。でももうなんか途中から分かんなくなっちゃった。私本当に2024年見つけたいっていうか、やりたい、探したいことが一つあって、2024年は本気で好きなものを見つけたいです。本気で今一番これが好きなんです私はって言えるものを見つけたくて、いろんなあれもこれも好きって感じだけど今は、まあ、あれもこれも好きなのはいいことだと思うんですけど、こうなんていうんだろう、自分なんかそれをお仕事にしたいとかそういうのっていうよりも、その自分が真帆ちゃんとか里美奈ちゃんとかみたいに、なんかアニメ見てるだけで幸せな気持ちになれるって思えるような、そう、活動とは全く関係なく、なんか自分自身を自分で保てる何かを見つけたいって思います。今年1年、今年じゃないや、もう終わるわ、来年1年、趣味みたいな感じかな。本気で好きなもの、見つけたい。もちろんそれがお仕事につながったらより嬉しいけど、でもなんかそうやって考えるよりも今はまずなんか本気で好きなものを見つけたいと思います。思いました。なんか仕事にするとか考えずに、それが仕事になるとか仕事にするとか本当に考えずに、もう仕事云々とかじゃなくて、自分が これをやってる時、これを見てる時、これを楽しんでる時に一番心が落ち着くんだなっていうものとか、一番ワクワクウキウキするんだなっていうものを探したいと思うようになりました。思います。めっちゃいい感じ、オレンジ竜はできた、オレンジネイルめっちゃいい感じ。
んか私たちがしてる仕事って正直言ってしまえば本当に何でもかんでもがお仕事になれるかもしれない仕事をしているじゃん、させていただけてるじゃないですか。そうだからこそなんかこうどうしてもこれも仕事にしたいからとかって考えちゃうんですけど、もうそれも一旦抜きで自分がこれが本当に好きだって思えるものと出会いたいなって思ってます。来年1年、うん、まあそんな見つけようと思って見つけるものでもないと思うんで、のんびり気ままに気ままに見つけていきたいです。最悪それがお仕事につながったら嬉しいけども、一旦それは考えない。とりあえず好きを見つけたい。お、いいんじゃない？これちょっと4つ、これが4つも小指に入んのかな。てかピンクの星だけなくなるな。まあいっか、しょうがない。あ、意外と入るわ。うちの小指縦長なんですよね、爪。そうで見てみたらなんか普通に四角形に置けばドラゴンボールの4って完成するっぽいから、意外といけそうかも。なんかちょっと小指だけめっちゃ詰まってるけど、渋滞してるけど、多分、え、どうしよう、忠実に行く。なんか赤の方が忠実だけどシルバーの方が見えるんだよね。どう思う？いや、ここまで来たら忠実に行こう。ドラゴンボールで行こう。もう赤ってかピンクだけど、言うてもめっちゃドラゴンボール好きな人みたいになってる。うち一個も見たことないっす、すいません。すごくない？こんなネイルしてんのハルピョン一人じゃない？正解で。わかんないけど。え、これって赤色？これなんか黄色、なんか違う色な気がする。ちょっと一旦別部屋、一旦別部屋待機。あ、確かに AKB ここ
心の羽歌ってたよね。もっともっと、うち何回か歌ったことあるその曲、パフォーマンスしたことある、ツアーかどっかで。え、やばすぎ、星4つ、え、マジやばすぎ、頭良すぎ楽しくなってきちゃったね。え、やばい、10時半のテンションじゃない。明日大晦日の10時半のテンションじゃない、マジで10月ぐらいのテンション今10月の9時台ぐらいのテンション。ドラゴンボールチューブの OG メン、あ、懐かしい、やってたね。あれの衣装何色だっけ、うち、え、2ってどっちが上なんだっけ、ちょっと待って、忠実に行きたい、ドラゴンボール、ドラゴンボール忠実人間。4はこうじゃん、2はどっち、こっちが上ね。光の当たり方によって結構色変わるな、この星。そういうもんか。髪のツヤ綺麗、ありがとう。今日この間ね、あのあれでいただいたショールームアワードの時にいただいたなんかヘアスプレーみたいな、かあのドライヤー前にするヘアスプレーみたいなやつ、ヘアミストスプレーみたいなやつやってみたの。そうしたらめっちゃサラツヤになった。いい感じ。香りは、うん、変わんない、いつもと。なんか自分の香りってマジわかんないよね。人の香りってめっちゃさわかんのに。でも自分がいい匂いって思う人って自分と属性、匂いの属性が違うらしいですよ。そう、疲労回復ももらってた。疲労回復、いや、それはもらってないかも。それうちじゃないかもしれん。ショールームアワードで疲労回復なんてもらったっけ、全然覚えてないんだけど。え、なんかもらったっけ、紹介してないはず、多分ショールームアワードさんでいただいたもの、トロフィーぐらいしか。お土産景品って感じなんで。え、すごい、見て、めっちゃドラゴンボール、
真ん中はもう何もしないです。ゼロ、めっちゃいい感じ。左手マジでいい感じ、いい感じしてる。右手はもう普通に可愛いネイルにします。普通に可愛いネイルにします。いや違う、ドラゴンボールじゃなくてさ、いやドラゴンボールなんだけどさ、見てよこれ2024なの。え、すごくない？このドラゴンボールの星の数、え、すごくないですか？え、ね、褒めてくれてもいいよ。ね、みんな。褒めてくれてもいいよ、みんな。でもファンの方がなんかそれっぽい、なんか星を2024にしてみたらどうって言ってくれたことで生まれただけなんで、でもその人はドラゴンボールとは言ってないんで、まあね、意見合体させていい感じになったって感じだから、まあウィンウィン。うん、 50% ぐらいの案だよね、お互い。仲良くしよう。かゆい背中。え、マジすごい。え、マジで辰年ネイルすぎる。うち固めてる最中。確かにうちラッキーカラーさ、来年緑とオレンジらしい。やばない？すっごい天才かも。もうラッキーでしかない、来年。え、ちょっと誰か気づいてくれないかな、こうやってやってよ、ずっと。え、そうなんです、こうやって話そう明日ずっと人と。そうなんですね、え、すごい、わー、はい、そうなんですよ、ずっとこうやって話してよ。へえ、わあ、やばすぎ。誰かに気づいてほしい人。うわ、赤色。これはお湯オフだから、あんま明日は使いたくない。お湯でオフされちゃ困っちゃう。白は使う。星はもういいかな。一応出しとくか。統一感出るし、ね。
そう、龍にさえ気づいてくれればもう万歳よ。私は龍にさえ気づいてくれればもう。で一旦続いて右手何もしてないので右手をやっていきます。右手は可愛い系がいいくて、ちょい赤系。まず白系を塗っていきます。あ、つけちゃった。あんま白っぽくないぞこいつ。こいつ全然白じゃないじゃないか。さっきの真っ白塗るか。でも白すぎるのまんま、なんか白系がいいんだけど。右手にやるネイルは明日のネタバレになっちゃいそうなので、右手の親指広い部分そんながっつりバレるわけじゃないんですけど、でもちょっとって感じなんで、完成しても見せないようにします。いや、なんでって聞かれるじゃん絶対。え、なんでその仕様にしたのみたいなってなった時に、はおあおあうあうってなっちゃう。はおあおあう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 。顔でバレるんすよ。
これをこの色に塗りたい。いけるかな。違うな。この色じゃないな。この色じゃない。これが最適なんだよね。この色が一番。こんだけ凝りすぎてたら自分でネイルしたって思わなくない？もうもはやすごすぎて逆にね、逆にすごすぎて。この色、この色めっちゃピンポイントの色あった。よし、これを乾かしておきます。さっきの星もこうやってやればよかった。今パーツを別の色に、別の色で塗ったんですよ。そう、そしたらめっちゃ別の色になったんで、さっきの星もこうやって赤をこうやって塗れば星にね、あんま色違うかもみたいに言ってたけど、そうすればよかったか。まあいいや。あ、やばい、裏返った。やめてー、色変わっちゃうからやめて。また12年後、次は2036だよ。星の数、あー、ごめんなさい。星の数めちゃ増えだよ。今全力で色塗ったやつ落とした。危な、よし。そうだよ、36だから小指に星6個入れなきゃいけない。無理だよ小指の爪すっごいことになってる。無理だよ全然無理。
の爪はピンク系、白系、白系、さっきの白系にしよう。白とピンク混ぜよう。交互とかにしちゃおう。そう、親指だけちょっとあれにしたい。ミスった、削るの忘れた。爪削んないとすぐ剥がれるから削んなきゃ。親指は削った。てか別に普通にこれ配信終わってもよくね。待って、思っちゃった。うち配信やってなくてよくない？この時間あれ、もう龍のネイル終わったし。親指は明日のネタバレになるから見せれませんとか言ってるし。あれ、いや、この龍のネイルはみんなに意見聞きたかったからやりたかったんですよ。そう、でも右手は良くね、なんでも。あれ、気づいちゃった。うち、じゃあ15分になったらランキング読みますね。え、うち何時から配信してる？9時ぐらいからしてない？ほら、9時11分から配信してんだもん。もう2時間配信してるよ。え？はい。あ、眩しい。めっちゃ眩しかった今。気づいてしまった、うち。明日朝配信だし、うち。あれ、うわ、優しい人と思ったのに。え、ついた？あ、さっきのハートのシールついちゃった。え、ごめん、気づいちゃった。この時間何やってんだろう。あれ、気づいちゃった。今日見たいドラマあと30分のやつ1個あんだよ。あと30分のっていうか、配信をもうすぐ始めますって言っちゃったから始めなきゃってなって、あ、30分残ってるわってなって見れてないやつ一個あるから、それを見たいので。とりあえず15分まで配信して終わります。明日はハルピョンが起きれれば朝8時台ぐらいに配信すると思います。起きれれば。で、できたらカウントダウン配信をやりたいけど、あんまり期待してない方が。そう、なんか期待しててできなかった時の残念より、期待してなくてできた時のやったー見れるの方が嬉しいと思うので、あんま期待はしてないでください。はい、起きれなかった。
ったら死んでも配信します8時に起きれなかったら死んでも、カウントダウンをもうどこにいてもカウントダウン配信する予定です。カウントダウンか分かんないけどどっかで15分は絶対にやります。何があっても頑張ります。充電器刺さってんのにスイッチ押されてなかった、ごめん。眠たい、あー眠たい、あー眠たい、あーうざ今全然本気で眠くなかったですよ、うち親指の爪を見せたかっただけ。え、来年って2024年ですよね、あれ合ってるよね、合ってる合ってる、うち年女合ってる、知ったこんだけ頑張ってやったのに、え、5だったりするって思っちゃった今。4だよね。今年もお世話になりまい、ありがとう、お世話しました、あれ違う、リバースからだった。いやでも今年は本当にいろんなところに行った一年だったなと思って、まあ後半特に本当そうなんですけど、韓国、まあ、富山もね7月行かせていただいたりとか、行かせていただいたりっていうとあれですけど、イベントとして出演させていただいたりとか、韓国も行かせていただいたり、静岡もイベントだったりロケだったりで行かせていただいたり、箱根小田原もねこの間行ったし、6月長野あったし、福井行った、福島は行ったには入らないかもしれないけど、福島関連のお仕事をさせていただきましたね。金沢、確かに3月金沢でイベントしたし、ほんとなんかチームエイトみたいなうん、チームエイトしてた1年でしたね、ほんとに久しぶりに。あ、ハワイアンズ今年1月だな、確かに、あれロケ年始だったわ、そうだ確かに福島行ったわ、え、あれロケ年始、年末だった、去年年始だったはず、あ、ロケは年始ですね、ノブロック TV 出たし、ロガールさん、エモガールさん、さよならモーリさん、
ネモスロケ、なんだ3月にあったネモスロケ、はい、チームエイト、ロケっていうかチームエイト座談会みたいなやつだ。写真でトムさんのループのロケはあれですよ、違うよ、クリスマス前だよ、1年前、去年です。そう、握手会参加できなくなった事件ありました。リハックの富山旅と被ったやつじゃないです。それはチームメイト活動終了コンサートの次の日だから、それはそれでまた別のチームメイト座談会みたいな、なんかチームメイトでどうでしたみたいなやつそう、また別です。それとは初期面だけが集まってみんなでああだこうだって話した、10時間ぐらい話して2回分ぐらいにしかならなかったやつ1時間ぐらいしか放送されなかったやつそう、なんかもともと1時間分の放送尺しか撮ってなくてみたいな、でもうちらは10時間喋り続けるっていう、え、これネモースですかみたいな感じでした。しかもこれってネモースなのみたいな、もなんかネモースってもっとなんか過酷な、もう合宿のイメージしかないから、そう、これでいいのみたいな、メンバーみんなえ、これでいいのみたいな感じでしたけど、懐かしいです。それもいやフルで流してほしいもん、むしろもううちらの最後らへんのもう顔死んでる状態よほんと申し訳なかったけど、でも前日私チーム B 公演やってたりとかしてたから余計にねえ、私はあれだと思ってたんですよ、なんかすごい長時間のロケだったからいろんなところを巡るロケとかかなと思ってた、全然普通に座談会だったから、あれみたいな、こんな感じで大丈夫そうみたいなそう、なんかもっとその不眠耐久レースとかそういうのかと思ってた、違った。あの日に不眠耐久レースしてたら私負けてた自信ある、普通に無理だもん、公演終わって次の日絶対無理絶対無理だった。4月はねコンサートしたりとか、5月はまあ誕生日がありまして、あ、大丸東京店さんのねあれがいろいろ始まったりとか、お渡し会って握手会がね始まったのかだったり、ウェルシアさんのオンラインイベントしたりで、6月が
波動の CM 撮ったりしてる。長野7月公演ばっか公演とレッスンと、8月20日何してる？あ、これか、静岡行ったやつや。まなかちゃんたちと、まなかちゃん、めぐちゃん、おりんちゃん、テレ東ロケかっこ仮って書いてあって仮ちゃうやん、全然普通に行ってます。DX したりとか、9月波動したりとか、あとみんな卒業してったね、8月とか、9月24福井出て B 公演して、テレ東さんで静岡行かしていただいて、レッスンして、武道館して、韓国行ってって感じですわ。懐かしい。そうね、 B ずっと出てた。待って、みんな優しすぎる。もう21時、23時15分だよって言ってくれてる、ありがとう。ちなみに人差し指しかできてない、まだあと、まだ全然未完成、こっからどう仕上がっていくのか楽しみにしててください。どうしようかな。でも可愛い、こういう感じ、キラキラって感じにします。こっちはただただ、うん、なんかそんな無理無理だから、そう、軽く12時までには終わらせます。生誕祭1年に2回、確かに1月にやって6月とかに やりましたよね。それもいい思い出です。このパートとかかわいい。ドラマ見ながらやります。あとは見たいドラマ見ながら、明日誰かに撮ってもらうね、これ写真。小指にしよう、このハート。去年の生誕祭はね、去年、うん、しょうがなかったんですよ、いろいろあって。まあやっていただけたことが嬉しいです。小指ハート完成、かわいい。沼さんと楽屋多分違う、楽屋っていうか違いそうだったから、沼さんとは明日喋れたらいいなぐらいで気持ち。よし、ということで、それではランキング読みます。ちょっと待って。
これだけをさしておき、いくやん、年納めしてくるわ。年納めじゃないや、なんだっけ、仕事納め、明日行きます。1位作太郎アット良いお年をさん、ありがとうございます。2位高真顔、明日の公演が春ぴょん納めさん、ありがとうございます。3位サプライズレバーさん、ありがとうございます。4位イバジュンアット山闇上がりリハビリ組やめてそんな組作らないで5位すみちゃんアット今年も年越しは富山やっちゃ富山やっちゃ富山そこちっちゃいやつあんまいらんかも。寒ぶりうまい、寒ぶりはうまいよ。6位てつやとはるぴょん大大大好きさん、ありがとうございます。7位ラボーナさん、ありがとうございます。8位たまゆきさん、ありがとうございます。9位、マックミックさん、ありがとうございます。10位鉄道ナイトアット柏で6時間撮やばすごい、ありがとうございます。11位トラックエロアットゴリさん、ありがとうございます。12位マークンさん、ありがとうございます。13位、くじのだいごさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また、中指なんかちょっと頑張らなさすぎ、こっちちょっと親指は頑張るけどこっちまあいいか、かわいいかわいいまたね、あの明日の朝私起きれたら配信するので、ぜひ橋本春奈の起床を楽しみにしててください。起きれなかったらほんとすいません。起きれなくても仕事に間に合うようにだけは全処いたします。逆かな、こっち中指ハートかな、これうん、その方が可愛いかも。中指ハートで薬指じゃない、小指こっちの方が可愛い、これにします。決まった、こっちの4本、あとは親指だけです。ということで皆さん最後までマジのほほん、ほんとなんかもっとさ、この1年はこうでしたねとか振り返る配信だよね。明日あんまできないっつってんだから、できるかもしんないけどわかんないけど言ってんだから、もっとそんな配信なのにさ、普通マジごめん、マジごめんでも本当今年は1年間本当のほほんと配信させていただいて本当楽しかったので、これからものほほんと生きていきたいと思います。それでは、ありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、次のようにぴょんぴょんとぴょん出るのははるー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9222盛り上がりの皆様にきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身はるぴょんこと橋本春奈でした。ありがとうございました。12時までにはネイル終わりたいと思います。おやすみなさい、バイバーイ。